ございます。変な寝癖ついた。よし。石がない。ちょっと待ってね、みんな。痛い包丁で。
味しい。いけるんかな今日。台風って早まったりしてる？広島から九州じゃなくて大阪方面とかって東海道？私もお仕事なんだけど。帰ってこれるのか。瀬戸大橋 JR。なんか明日もお仕事、明後日はお話し会だしね。行きは大丈夫だけど帰りがやばそうだよね。普通に
日本の滞在時間が長すぎるね、台風の。そう、本当は7時に1回起きて、もう眠たくて、でも昨日もめっちゃ早く寝たんですよ。もう最近ずっと肌荒れやばかったから、昨日仕事から帰ってきて、でなんかめっちゃ、ね、疲れて寝ちゃって、帰ってきてから1時間ぐらい。そう寝ちゃって、そしたらなんかあれ？ってな、ニキビが薄くなってると思って、そう薄くなってると思ってテンション上がったんよ。ってことはちゃんと、あ、もう治る前だと思って、で寝るのも早く寝たんですよ。今日も大事だからね、仕事。したらめっちゃ眠たくて、そう、そう、お仕事なんですよ。そうなんです。よいしょ。なんか今日夜できへんかったあれやなと思って朝ちょっと配信したかと思って、台風の影響で今日と明日の仕事、いやでもそうですよね、それぐらいのレベルってテレビでも言ってた。それぐらいすごい台風って、みんなも体が一番大事やから、ほんまにやばいと思ったら休んだ方がいいと、たとえ仕事とはいえ。私も今日はなんか ほんまギリギリまであるんかなと思って、そう思ってたんやけど、結局のギリギリ、今日は朝起きてやっぱりもう今日なしですってなるかと思ったけど、
そうならへんくて。まあ行くのは行けそうやけど、帰ってくんの無理じゃないってなってる。まあもうその県に着いたら、今何県ですって言うね、みんな。ジジダメ、靴下食べちゃうわ、雷。なんか雷が一番怖いかも。おはよう。今日も可愛いだって。本当？むくみ取りたい。ここ数日サウナ行けてないから早く行きたい。昨日パックしたいん。でパックしたらパックの成分で前髪がベタついて、お風呂3日間履いてない人みたいになった。前髪が。もうちょっとしたら9点の目変わり始まるから楽しみ。20% オフ。おはよう。あ、ボーイさん、ボーイさん、久々。前髪止め。そう、でも前髪止めるのも嫌なんよね。わかる。なんかベタベタにならないやつもあるんだけどね。朝用マスクしようかな。やっぱなんか顔が起きないね。もう本当に、もう注意報入ってるわけでしょ。注意域、暴風域じゃなくて。
今日何着ようかな。ねえじいちゃん、メモしとこ。メイク用品、スキンケア、エアポッツ、めっちゃの子でしょ、好き、インスタも見てくれてるか。シルクでスカート履かなそう。頻繁には履かないかな。なんかたまに履くスカートは好きかも。なんか、あ、今日はスカート、なんか今日はそういうちゃんとなんか女の子みたいな、まあでもそういうザ女の子みたいなあれじゃないけど、は好き。毎日女の子って感じはない。服は、着たいの着てるよ。もうなんか最近は料理と服と髪ヘアを見すぎて、もうインスタもツイッターも、まあ、TikTok あんま見んけど、まあ、TikTok ももうそれしか出てこん。あ、でもなんか今年の秋服はどちらこちらみたいな。あ、あとでもペットも出てくるわ。ペットね、作った。嫁修行頑張れるね、一人暮らしは。まあなんか必然的にやっぱ自分でするじゃん、全部のこと。だから全体レベルをアップするよね。なんかさっと簡単に肉味噌うどんとか、手前のはちょっとキムチと納豆なんだけど、何これお酒って書いてある。ズリの炒め物とか、
そうめん。お料理のそんなに作ったかな。うん。ピーマン、玉ねぎ、なすびと鶏肉と、そう。やっぱなんか何でもちょっとなんか何でもちょっとでもなんか毎日してたらめっちゃ手際が良くなる。なんかもうササササッてできるようになる。うん。レシピサイト、いやまあ作りたいものを大体まあじゃ あこれとこれとこれ作りた使いたいなってさ、で YouTube でピーマンなすびでもこれ風味のがいいな、じゃあ味噌って言ったらもう大体出てくるじゃん。したらもう大体、まあ、いつも見る人のは限られてて、リュウジさん、バズレシピのリュウジさんとか、まあ、あとはまあサムネイルで良さそうだなっていうのをパッパッパって見て、でも調味料なんとなく、あこういう系ね、でもパッ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 ってで、やっぱさなんか量とかさなんか合わせて作るのちょっとめんどくさいじゃん。全線もしくは一部区間運休。だからまあ、あちょっとこれより多いから増やすとか減らすとか。そうなんかね、夕方多いよね。なんかご飯作ってサウナ行ったりするし、だから夕方仕事終わって帰ってきてってなったら何時間か待ってからの配信がちょっとできんかったです。
今日は忙しい日、うん、忙しい日。あ、まだできてないね、おはようツイート。あきらさん、ありがとう。8月は台風で終わっちゃうのか。じいちゃん寝てるのか。じいじい、あ、いたわ。じいじい、何しよるん。マットの下にいますわ。じいちゃん、何しよるん？そこで怖いん？なんか来たん？なんもない。最近やばいんやね、じいちゃんめっちゃ食べるんよ。なんか餌入れが開いてて、もしかしたらじいちゃんずっとそれ食べとったのかな。じいじ、何しようるんて、おいで。なんかじいちゃんが盛り上がってるからね、中にいるんだけど。まあ、多分ここにいる。中に入ってる。あ、出てきた。うん？出した。おいで。おいで。じいちゃん6歳くらいだっけ。今年で6歳、10月で6歳。
信できんと思う。でも、まあ、もう仮に帰ってこれないとかってなったら逆に配信できるかも。今日もちょっと適当にしといて、またちょっとメイクさんに髪の毛してもらうので、ちょっと前髪だけもう一回濡らしてからやろうかな。気に食わん。こんな綺麗と思ってない。酸性ストレートっていうのがいいよ。酸性ストレート。よし、目が起きてきた。頭が起きてきた。よし、今日も頑張ろうっと。よいしょ。今日も頑張るね、みんな。してて、私もみんなのこと応援してる。今日も明日も明後日も。またメールで送るね。
本当にでも台風だけ気をつけてくださいね。もうそれだけ私が言えるの。はい、じゃあ朝配信はこれで終わりたいと思います。Have a wonderful day ね。Have a nice day. それじゃあランキング見たいと思います。13位はあーちゃん、あーちゃん、あってる読み方。12位はひーさん。11位はキャマキャマ。10位は考えなし。9位はあすかちゃん。8位はあかつき。7位はばんちゃん。6位はえじりん。5位はとくとまるさん。4位はつるこばさん。3位はじゅんさん。2位はみちしるべさん。そして本日の第1位は第1位はなみさんです。おめでとうございます。あれ、ここの下にみんながいなくなった。私だけになった。びっくりびっくり、ありがとう。みんなギフトもコメントも朝からたくさんありがとうございます。また配信できるときにします。ということで8月29日木曜日、今日も一日頑張りまひな行ってきます。お仕事またね。バイバーイ。朝ツイートもするね。